ブアケは、コートジボワール北東部のバンダマ渓谷地方南部のクベケ州の州と、2014年の人口は約53.6万人。コートジボワール第二の都市であり、北部の中心都市である。内戦中は、北部の反政府勢力であるコートジボワール新勢力がここに本拠を置いており、事実上北部勢力の首都となっていた。森林地帯の北端。 内陸部の標高312メートルの高原に位置する。バウレジンの中心都市である。旧首都アビジャンとブルキナファソの首都ワガドゥグーを結ぶアビジャンニジェール鉄道の中間地点にあり、交通の要衝である。産業としては、タバコ工業や、麺や、サイザルアサの工業が盛んである。また、近郊では金や水銀、マンガンが採掘される。1899年。 フランスが軍事郵便局を設置した。1914年、州都に昇格した。1996年、ブアケ大学が開校した。2002年9月19日、コートジボワール内戦の際、ブアケでも反乱軍が放棄。ブアケ大学が並行した。ギオームソロヒキールコートジボワール新勢力が、ローラン・バグボ大統領の排除を試みたが失敗した。 10月17日に、ブアで、停戦協定が調印されるも、この内戦の段階で、FN が急速に勢力を伸ばし、ブアを首都として、北部の地域を占領し、支配下に置いた。停戦後も、南北の分断は解消されず、フランスと国連平和維持軍が監視した。2004年11月4日、政府軍は、領土解放作戦の初戦として、スホーイ25で、 ブワケを空爆した。2005年4月、ユネスコの支援によって、ブワケ大学が再開した。ありがとうございます。